アンパツキングパート3かな、アンパツキングの、動画撮っていきたいと思います。前回ですね、13日前ぐらいにね、動画撮ったんですけど、しばらく空いてしまってですね、さくやさん、このゲームから逃げ出したんじゃないかって、再生数全然伸びないから逃げ出したんじゃないみたいな、多分思われてると思うんですけど、正直に言うとゲーム機が壊れてできませんでしたそうなんですよね。ゲーム機壊れて、あの後ね、パート2を撮った後、なんか画面がつかなくなって、なんかね、まあ、いろいろあったんで、ゲーム機買い直して、ようやくできるって感じですね。やっていきたいと思います。ちょっとね、やりたかったんだけど、ずっとできなかったって感じですね。前回が確かね、3部屋ぐらいあったのかな。で、なんかいろいろね、なんか下着がめちゃめちゃ多かった思い出があるんですけど、今日は2002年ぐらいだった気がするんだよね、題材が。なんでやっていきたいと思います。さあやっていこうか。このテレビとかもさ、買ってさ、なんか前回テレビとかもなかったよね。確かなかったよね。テレビも買ったんだよな、おそらく。でミシンとかもあって、やり方どうだっけそうか、段ボールから出すのか。録画できてる？ OK でやっていこう。あー、出ました、久々に見たね、このささみ肉久々見たね、ささみ肉。じゃあこれ開いていきます。本ですね。まあまあまあ、この人美術系なんでね、今でも美術続けてるって感じかな。なんでまあ美術系の本なんで、ここなんか DVD っぽくない？これゲームなのかな。ゲームのソフトっぽいから、この辺に置く。これブラックの本みたいなブラックコーヒーでも載ってあるのかな。見ていきましょう。これもよくわからない、なんかお友達ができま、できるような会話技術みたいな本出てきたんだけど、まあとりあえず置いといて、この辺置いときましょうか。ちょっと似てるね、この絵柄が。なんで、まあ、本類、出ましたこのフィギュア好きだね。なんかさ、なんだっけ、最初の部屋からずっと持ってるよね、このなんか、初音ミクの初音ミクがなんか、仮面ライダー化した、ね、待って、こっちもある。待って、こっちあんま見たくなかった。今回も3部屋あるのかもしんない。4部屋ない？5部屋？何？めっちゃ部屋あるんだけど。あんま、だらだら喋ってる暇ないかもしんないから、さっさとやっていく？これってさ、どうやって回転するんだっけ？ちょっと待ってね。あ、B ボタン、B ボタン。とりあえず置いていきましょうか。待って、フィギュアコーナーだったらさ、こっちもありだけど、なんかセーラームーンみたいなのいる。セーラームーンにはまったのかな、この子。なんかすごい。サソリみたいなやついいんだけど、まあ、とりあえず置いといて、まあフィギュアなんでね、なんかいろんな、昆虫系にも手出してきたのかな。でガンダムみたいなのもあるし、なんか女性なのにガンダムファン、なんかそういうな、偏見よくないね。男性だからなんか、女性だからガンダムあんま好きじゃないでしょみたいな、そういうのよくないね。そういうつもりで言ったわけじゃなくて、なんかガンダムって大体男性が好きなイメージが強いっていうね。はい、俺のなんか、はい、あれが入りましたね、補正が雑な補正が入りましたね。とりあえずやっていきましょう。これは何ですか、これ。エッフェル塔みたいな、エッフェル塔前もあったよね、エッフェル塔みたいな本で。こちらはなんか福笑いみたいなやつで出る人ね。これ何なんだろうね、ちょっと待って、なんか移動してしまう。これも本っぽいんだよね。でかいよね、この本。どこ置く、あ、ここいいね。なんか DVD みたいな本かな、スプラトゥーンみたいな。で、あ、服ね、急変に出てくる服。で、部屋がさ、今回さ、何部屋ある、これ。めちゃめちゃ部屋あるよね、今回。6部屋ぐらいない、これ。だから、うわー、待って、いろいろあるな今回。なんか部屋がでかくなったんですよね、おそらくこれで。キッチンもしっかりあるし、ダンボール数はその分少ないですね。どうする、あれ、待って、これさ、服置く場所なくなってない？なくない？クローゼットないんだけど、どこ置く、この服。とりあえず地べた置くね絶対良くないやつだね、地べた置くの。はい、終わりまして、じゃあこれ見ていきましょうか。で、ささみに行く。おっと、バレリーナみたいなやつ出てきた。バレリーナどうしよっかな。なんかこれ自分の写真とかじゃないよね。なんか憧れてる人の写真とかだから、やっぱそれ、そういうのってさ、気軽に見れるところがいいから、この辺かな。はい、憧れてる人ね。 おそらくアリアナグランデみたいな人だね、これ、おそらく。で、これはラジカセね。そうか、まだこの時代はラジカセがね、普及してる時代だもんね。2000何年かぐらいだから。で、これ、あ、出ましたこれも結構あるよね。ここ入れるのはちょっと頭悪い人だよね、これ。もうだって取り出せないもん取り出せないもん。だから、
どうしようかな。でもこういうのはヘア系がいいよね。ヘア系が良くて、この下とか置きたいからひとまずこの辺置いていい？一旦ね。でお鍋急に出てくんじゃん。ちょっと家具は家具で分けててほしいよね。まあこうやってさ移動するのが楽しいってのもあるんだけど、土鍋系はでもさこの中入れたいよね。あ、これこの中入れて、いいね。でこれいきます。ひとまずね、あの部屋終わらせたいですね。はい、ささみに行く。何これ、はプリクラ集みたいなやつ出てきたんだけど、まあ、ひとまず本系ね、なんかドット絵で見てもよくわからないんで、まあこういう本系は一旦ここに置きましょう。んで、あ、なんかプラモデルみたいなの出てきた。プラスチックだね。うん、読めないからって言っても適当にすんなっていうね。この辺置く？でもこういうのってさ、どこに置くのが正解なんだろうね。あっち、こっちの部屋かな。こっちの部屋のなんかあんま目立たない下の方とかに置きたいよね。よし、この辺置いて、あ、これ終わったんじゃない？オッケー、スムーズだね今回。でこの辺の、あ、家具はこれ使えないね、取れないね。じゃあササミ肉見ていきましょう。何これ、え、ドラゴンクエストみたいなやつ。ドラ俺好きだよドラゴンクエストだったら。え、すごいね、なんかあんま可愛くね、犬に乗ってるねこの勇者。あんまり可愛くない仲間たちと一緒に旅してるね。多分なんか俺だったら多分このゲームやんないと思うキャラが個性的すぎて、うん、逆にやっちゃうかもしんないな。でもはい、コントローラーだ。え、なんか黒で並べてんのに急に青出てきたんだけど、とりあえずさ、コントローラーだったら、まあひとまずここかな。コントローラーどんだけ持ってんの。ゲームガチ勢になっちゃったゲームがめちゃめちゃ好きになったのかな、この辺から、この時代から。おっと待って、ルービックキューブじゃないやつね。なんとかキューブね。とりあえずゲーミングキューブじゃない、なんだっけ、忘れたな。これ置いて、これも、あ、これもあれだね、限定カラーみたいなやつかな。限定カラーのなんかあのコントローラーみたいなやつですね、おそらく。んで、てかどんだけコントローラー持ってんのって感じするけど。でこれも赤い本も置いて、さあ見ていきましょう。これも本置いて、もう本なのかもわかんないけどね、置いといて。あ、いろいろ出てきたね。もう飾れないから上行く。え、どうしよう、このフィギュア系さ。でもさ、最初に初期位置にここにフィギュアあるってことはさ、なんかあれだよね、ここに置きたいんだろうね。関連のものばっかり置いてあるから、多分こういう感じで飾ろうかな。よし、はい、これは何、これなんすかこれ、これ何、何これ、何これ、本当わかんないんだけど。これあれ、あのマシュマロ、マシュマロなわけないか。どこをどう見てマシュマロだと思ったの俺。あ、これもなんかフォンっぽいから、まあ、この辺置いて終わりかな。あ、結構すんなり終わったね。で、この辺片付けないられないんだよね、なぜかわかんないけど。取れないよこれ、ほらほらほら。だからある程度なんつうんだろう、場所は固定されるかもしんないな。なるほど。え、音楽機器って下に置く方がいいよね。どうしよう、これこう置く、こう置くか、一旦こう置いて。いや、なんかやっぱりさ、自由にこうできるの楽しいよね。この糸くずとかめっちゃ開いたいんだけど、拾わしてくんないんだよね。じゃあこっち行きますか。まあいろいろ家具が追加されて、こういうスパイス系も増えた気がするよね、いろいろ。んで、このポットとかもなかったし、なんかおしゃれなね、なんかトマトみたいな、なんかへにゃへにゃのトマトの、タオルみたいな買ってね。じゃあ見ていきましょうか。さあ、おっと、コップ、ラブリーコップ来ましたね。一人なのにラブリーコップ来ました、皆さん一人暮らしのくせにラブリーコップ買う人ね。なるほど、まあ別にこの柄が好きなだけだと思うんだけど。でこれをとりあえず置きます。でもここコップ系並べてんだったらさ、別のとこ置きたい感はあるんだけど、一旦置かして、一旦で、あ、これはあれだね、あのなんかあのあれです、かけるやつですね。かける場所がないかける場所、この中入れれないか。これさ、付近だよね、付近だったらさ、ゴミ箱捨てる、一旦。どうしよう、この辺置く。付近ってさ、どの辺が置くのが正解なんだろう。この辺なのかな、一旦置いて。あ、コップね、あー出ました、コップ系やっぱここ置きたいよね。
で、これも付近でしょ。え、付近ってどこ置くのが正解？引き出しかな。あ、そうっぽいね。で、この土鍋取り除いて、この付近、邪魔だって土鍋。土鍋、土鍋邪魔だって。で、一旦ここ置きます。いいね。え、スプーンは変えられないんでしょ？とりあえず付近置きましたんで、次見ていきましょう。これはあれですね。あの、なんか、栓抜きみたいなやつ。栓抜きってそんな使わなくない？正直。だってこの子もビールめっちゃ飲んでるわけじゃないでしょ。だから、多分ね、なんかテニスラケットみたいなのあるけど。何これ？テニスラケットみたいなのあるんだけど。謎なんだけど、本当に。まあ、とりあえずテニスラケットに置いて。あ、来ました。哺乳瓶来ましたね、皆さん。あの、母親でもないのに哺乳瓶来ました。とりあえず置いといて。あ、塩コショウね。まあ、この辺はまあそうですね。上の方置きますか。よし。いいね。んで、油ね。油はよく使うから、でも人によるんだけど、でも油のやつってさ、結構でかいイメージあるから、上から降ってきたら絶対痛いよね。だから、油でしょ？すぐ使う場所に置きたいからね。この辺置く？よし、いいね。で、包丁はやっぱりね、ここでしょ。一回炙ってから包丁使うみたいな。いや、おもんな。ちょっと面白くないな、それは。どうしようかな。包丁はやっぱここでしょ。ここ置くのが正解じゃない？もうこれで置いたら怪我するよね、めちゃめちゃ。で、こう置きます。んで、次は？何これ？ダンゴムシ？え、何これ？え、何？ガム噛んだ後みたいな。ガム噛んだ後のなんかゴミカスみたいなやつ？何これ？え、これフィギュアでいい？これフィギュアっていう判定で大丈夫？本当に。これフィギュアっていう判定にするよ、俺。で、だったら、この辺。これマジでわからん。これマジでわからん。ごめんなさい。んで、次見ていく。あ、待って、これなんだこれ、星？ステッカーか何かかな？え、だったらさ、ステッカーとかだったらさ、あれなんじゃないの？なんかさ、この服とかに貼れない？あ、貼れないか、マジか。なんかこう、ステッカーだったら、でも、貼れないんだよね。バッチか？バッチっぽい音してるね。どうしよう。めっちゃ困るんだけど、これ。どうしようかな。なんか、貼れは、壁に貼れたりもしないしな。台所貼る？めっちゃいびつなんだけど。台所貼るとか。でも、お気に入りのこの星なんだろうね。それかなんか、メルカリでおまけでついてきた商品かな。とりあえず、ここ貼っときます。んで、ピザの残りカスみたいな。あ、ハートかな？ハートキャッチプリキュアして、これもそうっぽいね。はい、この辺置きます。もう適当だね、本当に。で、まあ、これは多分ね、後で買えると思います。さあ、見ていきましょう。何が出るんでしょうか。いろいろね、物が増えたからね。まあ、割と、なんつうんだろう。だんだん増えていくのかな。部屋がなんか、いつか50個ぐらいになるのかな、俺。大変すぎん。だから、白い皿と青い皿だけだったのが、こう、花柄とかも出てくるようになってね。いいね、こういうこだわり出していくの。ボールはね、前から使ってるやつなんで。え、ボールってどの辺置くの？あ、これが、これだね。オッケーオッケー。青いボールは捨てたのかな？割れちゃったとかかな？それっぽいよね。で、この辺も、まあ、作業芸っぽくね。あ、ある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 。このね、青い皿がね、あの、前回ね、あったんで、あ、よかった。ちゃんと持ってるっぽいね。割れたやつもありそうだけど。でも割れたものとか出てきたらさ、面白いよね。逆に。なんかさ、リアル感めっちゃ増すじゃん。てか割れたやつを入れようとしないか、そもそも段ボールに。俺バカだったわ。とりあえず、これなんか、これ何これ？お水っぽいやつ出てきたんだけど。何これ？え、マジでわかんない。ここ？あ、これ待って、何か、なんか入ってる、これ牛乳とか。何これ？謎なんだけど。あ、待って、違う。ステッカー貼るんだ、ここに。ごめんなさい、ここだわ。ステッカーって言ったらやっぱさ、ここなんですよ。おへそみたいな位置に貼って、おへそみたいな位置に貼って、んで、どうしよっかな。どうしよっかな。これ、こんな感じでどう？なんか、ちょっとおしゃれじゃない？絶対上に貼る方がおしゃれだと思うけど、あえてここに貼ります。んで、フライパンね、フライパンはこの辺かな。このさ、ボールとかさ、よく使うのかな？中華料理とかするときに使うイメージだけど、そんななんかあんま使ってるイメージがないんですよね。
はい、おっと出ました、この敷布団みたいなやつ。これちょっと気になるんだよね。なんなんだろうねこれ。一旦この上とか置けない、この辺置いとく。んで、あー出ました、このよくわかんないマッサージチェアみたいな、ブルブルマシーンみたいなやつ出てきましたね。とりあえずこのブルブルマシーンはどうしよっかな。どの辺置く、みんなだったらどの辺置く。俺だったらね、捨てますよくわかんないものは捨てます。とりあえずさ、この中とか入らないんですよね、それが。どうしようこれ。あ、ちょっと待ってね。ね、まあ手間置いときますか一旦。必要なものだからおそらくね、置いてあると思うんで。で、水っぽい、この水がよくわかんないんだよなマジで、本当によくわかんない。あ、出ましたこれ。これはやっぱこの辺でしょ、この辺ね。あのゴキブリをね退治するためのやつですね。で、これは救急バッグ。救急バッグはね、どこら辺がいいんだろうねこれも。うわ、なんかさ、よく見たらあれだけどさ、めっちゃ豪華になってない、あのなんつうんだろう、風呂場が、おトイレも一緒なんだ。なんかいいな俺こういうさ、お風呂場洗面台とか憧れるんだけど、割といいよね、なかなか俺好きなんですよねこういうの。これはまあそんなめっちゃ使うもんじゃないかな、この後ろの方でいいかな。まあお風呂で救急のやつを置いとくってのはいいかなって個人的に思ってて。んで、ささみに行く。さあ何が出る。あ、出ましたこれ、チーズ。何これとか言ってたやつですね前回。これ多分あのたわしなんで、買い替え用のたわしなんですよね。どうしますこれ。そんなさ、なんかすぐに使うもんじゃないから引き出ししまいたいんですよね俺。この辺いいね、この辺置いて、オッケー、このヘラみたいなやつ一旦床置いて、もう最悪だよね、あの料理で使うもの一旦あの床に置くっても最悪だよね。んで置いて、この辺とかどうかな、どうですかこれ、入ります、入りました、いいっすね、めちゃめちゃいいっすね。でこのスプーンちゃんも置きます。でこのな、まな板ちゃんは、まな板ちゃんどうしますこれ、立てかけられたりしない。おっと待って、あ待って、すごいこれ、このゲームすごいぞこれさ。まな板かなのか知らないけど、まな板だったらさ、このしいたけの傷みたいなの入ってる、しいたけの傷みたいなの入ってるからガチで使った感があるね。ほらこれもしいたの、しいたけの傷重症バージョンみたいな感じの傷が入ってるから、おそらくまな板ですねあれ。めっちゃリアルなんだけど、いいな。冷蔵庫の中は、あ見れない、ごめんなさいプライバシーを守られてました。んで次はお風呂場行きますか。段ボール1個なんだね。でこの辺とか、あ開くね。で櫛とかも入ってるし、ここは何も入ってないっぽいね。じゃあ見ていきましょうか。はい、あーささみ肉っすね。でこれは歯ブラシだね。歯ブラシ2本、ええ待って、これ2人暮らしじゃない、マジか。これ2人暮らしの可能性めっちゃ出てない。昔の歯ブラシ置いてるとかないよね。これやばいぞこの、ワンチャンあるなこれ。でも部屋が2つ、そうだ俺気づかなかったけど、うわ絶対そうじゃん、絶対ではないけど部屋3つある、3人暮らし。待って、2人暮らしだねこれ、カップルかもしんない、ワンチャン、ワンチャン同業者いるねこれ。でこのチューブもうこれ俺絵の具にしか見えないんだけど、俺からしたら絵の具にしか見えないんだけど、一旦この辺置く、はい置いといて。あ3人いるよねやっぱり。これ何これ、これ何これ、これよくわからん。あヒゲ剃りだ、ヒゲ剃りだねおそらく、これカミソリみたいな、ヒゲ剃りみたいなやつだから。どうする、ここにもある。3人暮らしぐらいしてないこれ、歯ブラシ3つあるもん。でこれで歯磨き粉がもう1個出てきた、おそらくそういうことだよね。爪切り爪切り、爪切り出てきたんだけど、どうしよう、爪切りってどこでするもの、どうしようかな。とりあえず置いとく、なんか風呂場入った後ふにゃふにゃになるじゃん爪が、だからそこで切るみたいな感じかな。でこれはブラシだね、ブラシもそうだな、この辺結構置いてるからどうしよっかなって感じはしますけどね。開くね、いいね、一旦ここ置くよ。んでバッグ、バッグ系どうしましょうかね、バッグ系ね。
これ女性用のやつだよね、おそらく。まあ男性も持ってるかもしれないけど、一旦ヒゲ剃り下置きます。一旦ね、いっあそこら引き出しがあるんだった、ごめんなさい。こんな中に入れます。で同じなんか男性と同じものにしたらなんか怒られそうなんで、後からおいな、お前なんでお前のやつ入ってんだよみたいな言われるんで、この辺に置いといて、はい、これはなんだ、お薬、お薬ですかこれ、お薬飲めたねみたいな感じ。 お薬どこに置く、え、マジでわからん。これどこに置くのが正解なんだろうね。なんか物がわかんないっていうのがね、ちょっとね、俺の中で難点ですね。なんとなくみんなだとわかるかもしんないんだけど、俺結構ね、無知な部分あるから、物に対してあんまりね、数知ってないんで。これマニキュアみたいなのを置いて、あ、これですね、マニキュア。んで、これを、どうしよっかな。あんまり置きすぎても変になるよね、この辺って。だから、横に置いといて、何これ、あ、これかけられない、かけられ、どっかかけられないかな。あ、待って、一旦待って、やらして。よし。一旦とりあえずね、トイレ流しといて、どうしよう、このブラシ系っておそらくお掃除セットのやつだから、お掃除のやつでしょ？ あるある、いいね、いいね、これ、これでもこんなとこかけたらさ、痛そうだよね、当たった時に。痛ってなりそう。んで、シャンプー、ボディーソープ系はやっぱここの辺でしょ。はい。で、あ、これもそうだね、シャンプー、ボディーソープ系置いて、これは何？なんすか、これ。なんすか、これ。お菓子みたいなやつ。とりあえず置いといて、おっと、新しいの来ましたね。で、この花柄のやつは、パンパスですね。パンパス置いといて、あ、これあれだね、洗面台じゃない。あ、これ、こちら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 。よし、オッケー。で、この、なんだっけ、入浴剤か。入浴剤もこの辺置いてもいいかな。とりあえず、トミカにしか見えないけど。何これ、新しいものゲットした。これ。これ、俺も前回もやったけど、ガラスは絶対やっちゃいけないやつなんだよね、これ。んで、この辺置きます。オッケー、いいんじゃないかな、まあ、とりあえず。割と、適当にやった割には、いい感じにできたんじゃないかな。まあ、この辺がちょっとね、なんか、この辺直せないんだよね、そう。もともと配置されてたものが、ここもいける。え、ここいけるんだったらさ、置きたくね？え、いい！絶対置きたい、ここに。で、これも置きます。これ横向いてるね。よし、縦向いて。どうしよう、これ。このさ、あれ、これ取れない。これも、片付けとく、一旦。一旦片付けといて、片付いてた方がいいよね、なるべく。なんで、この辺置きます。で、閉めます、開けます。もう絶対意味ない動作、これ。絶対何も意味ない動作だけど、やっといて、キュッとかできない？ OK。んで、窓とかも開けられない。OK。まあ、こんな感じでいいかな、ひとまず。よし。洗面台じゃない、お風呂場は結構綺麗にできたんじゃないかな。で、この部屋もまだ終わってないし、結構あるな。結構あるな、これ。やるところ。なんで、次ここ行く？一番多分ね、難問だと思うんだけど、こっち行っとくか、一旦。はい、一番早いタイミングのね、早く終わりそうな方をやります。さあ、この本形ね、本形に関しては、まあこれも立てかけですね、一旦立てかけして、これですね、なんか、ハリーポッターの本みたいなの出てきたんで、一旦置いて、またハリーポッターのね、賢者の石みたいな本が出てきたんで、置いといて、で、ハリーポッターまた出てきました。もう何でもハリーポッターじゃん。待って、これ、ワン、ツーってなってない？これ。星の数が2個になってる。やっぱハリーポッターだ。絶対ハリーポッターだ、これ。で、これ、あ、フィギュア系だ。フィギュア系、ここの子はね、フィギュアが好きなんで、フィギュアちゃんと置いとってあげましょう。綺麗にね、並べとってあげよう。OK。んで、あー、これ、ハリーポッターじゃないやつですね。確実にハリーポッターではないやつです。なんで、この辺置く？よし。あ、なんか早いね、終わるのが。これは？結構、物がやっぱりさ、3人暮らしなのか知らないけど、物がめっちゃ増えてるイメージあるわ。で、この、アライグマ、ラスカルみたいな。アライグマ、ラスカルを見ながら多分、ここで食事をするんだろうね。それかあれかな、4つ椅子があるってことは4人暮らしとかなのかな。4人暮らし、家族ってこと、家族で引っ越したってことなのかな。
どういうことなんだろうね。その辺がちょっと読めないわ、俺。どういう関係なのこれ。サザエさんみたいな複雑じゃないといいけど。エッフェル塔来ましたね、エッフェル塔。これは、これに関して、エッフェル塔ってさ、この子が持ってなかったっけ？この部屋の子が。こういう部屋の子が持ってなかったっけ？気のせいかな。まあ、とりあえずフィギュア系なんで置きましょうか。エッフェル塔、これ、なんかこのクワガタみたいなやつがさ、でかすぎてエッフェル塔がさ、小さく見えるんだけど。もう巨人みたいに見えるんだけど、こいつが。エッフェル塔、こんな小さくないからね。めっちゃでかいからね、エッフェル塔って。はい。あー、じゃあ間違えて開けちゃった。あ、寿司来ました、寿司。寿司のミニカー来たんで、寿司のミニカーはね、どうしようかな。どの辺置く？色付きだから。待って、コスプレとか興味あるんだ。今気づいたけど。こっちどうした？こっちないけど。今出かけてるかって感じかな、こっちの使って。なるほどね。何のコスプレなんだろうね。まあ、こうアニメ系が好きな方かな、こっちの部屋の方は。これあれだ、あれ。ピシャの砂糖じゃない？あ、ピシャの砂糖じゃない。ピシャの砂糖ね。ピシャの砂糖があるんだけど。ピシャの砂糖、なんか、あれだね。文化遺産コレクターみたいな。やつなのかな。いいっすね。これは闇の本みたいな。闇の本みたいなゲットしたんで。どうしようかな。一旦置けるところだけ置いといて。あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんかやばそうな本ゲットしたんで置いといて。こちらはデスタンっぽい本なんですよね。なんか本が多いからさ、どう飾ろうかな。どう飾ろうこれ。ごめんなさい、なんかどこ置いても置く場所がないんで、もうここしかありませんでした。とりあえずまあこの辺置いて、なんか間違ってるって言われたら変えようかな。これ何なのこれ、石コレクターみたいな感じ。これやばい、なんか個性してるね。めちゃめちゃ独特なもの集めてるんだね。で次は、あ、にゃんこ出てきた。この流れはあれかな、あれじゃない、この流れあれじゃない、アンパッキング来る、これ。アンパッキング来んじゃないこれ。この流れ。なんかドキドキしてんだけど俺。アンパッキング来る可能性あるよね。ここで出てきた段ボールの人をさ、なんつうんだろう。別の部屋に置くことって可能なのかな、やっていいのかなそれって。なんかあんまやっちゃいけないイメージがあるけど。なんか俺のものじゃねえよとか言われそうでさ、怖いんだけど。あ、かわいい。これ初めてだよねこれ。めっちゃかわいいんだけど。めっちゃ可愛いこれ。こっちに置きたいこれ。めっちゃ邪魔な位置置くじゃん俺。でこれ、あ、ひよこだ。待って、ひよことか可愛すぎるんだけど、上乗せれたりはしない。めっちゃ可愛いこれ。いいな、欲しいな俺。でこれは、あ、出ました、これ変形するんですよこれ。ほらすごくないこれ。変形するんで、変形したやつをとりあえず置きたいんですけど、なんか置ける場所がないんで、この部屋置く？一旦。この辺とか。あ、いいね。なんか上置くのもなかなか良くない？これ。この辺とか。あ、なんか割と良くない？上に置くの。ハチャ人形。んで、次ラストかな。この額縁、草の額縁ですね。草の額縁どうしようかな。こっちの部屋に一旦置くのもありかな、と思ってて。どうしよっかな。なんか見える場所がいいよね、こういう草の落書きじゃねえや、あれは。この辺とかどう？うん、悪くはないんじゃないかな。よし、この部屋一旦終わったんで、待って、これ何、これ書類みたいなの書いてるね、今気づいたけど。何これ、何をしてんだろう、わからんこれ。何をしてんのかがよくわからんのだけど、これとかもよくわかんないしな。まあ一旦とりあえずやりましょうか。はい。本ですね。本系、ノート系かな。ノート系に関してはすぐ取れる場所がやっぱいいから、この辺かな。よし。んで、紙？何これ？ラブレター？ラブレターこれ。あ、貼れる。あ、これだ。何これ？ちょっと待ってね。何これ？何これ、なんか裸のタヌキみたいなやつ出てきたんだけど。何これ、よくわかんないんだけど俺。でこれは、あ、いったんこのノート系ね。んでこれもノート系かな。なんか
あのしまっておくタイプ、なんかゴム製のものがついてるタイプのノートですね。でこれは美術、いいね。なんか美術ってやっぱいいね。なんかめちゃめちゃおしゃれに感じます。まあ美術はおしゃれなんですけど、どうしようかな、どこ行くこれ、どうしようこれ、なんか困るよね割と。一旦置いといて上の方にね。んでタバコみたいなやつ出てきたね。これ彫刻刀かな、なんかポッキーに見えたけど、一瞬俺これポッキーに見えたけどそれかマックのフライドポテト。んでこういうものに関しても一旦この引き出しですよね。あこれほら、えこれ何なの、黒いポッキーと赤いポッキーみたいな感じ、何なんだろうね。あまた出てきた、青いポッキーも出てきたよ。みんな新発売かなこれ、宣伝してきてるグリコさんグリコさんとコラボしてんのかな。一旦消しゴム系に関してはでかくね、えでかくね、消しゴム割とでかい消しゴム使ってんだねこれ、ひよことほぼ同じサイズなんだけど。んでこの消しゴムに関しても引き出しですね。あペンケース来た、ペンケースはね割とこういうとこに置きたいタイプ、俺はすぐにパッて取れるところがいいね。だったらこっちかな、だったら椅子がこっちにあるんでこの辺とか置きます。いいね、よし。これは何ですか、スマホスタンドみたいなやつかな。あスマホスタンドっぽいっぽくないこれ、スマホスタンドだったらスマホよく使うんだったらさ割とこの辺とか置く、よしいいね。んでテレビ、テレビか、えテレビなんて置く場所なくねここ置く、えやばいねこれ、すごいいいとこに置くな。これもう地震来たら一瞬で終わるじゃん。えどうしよっかな、でもさこの距離にさ椅子があってこの距離でなんかあのテレビ見るのってどうなんだろうと思っちゃうけどね俺。どうしよう、テレビはどこ置きます、こっちもテレビあるもんね。だから洗面台に置くのもおかしいし、んで、あどうしよう、テレビ置く場所なくねと思っちゃうよね。使ってるんだったらさこの辺置くのが正解だと思うんだけど、まあこの辺置きますとりあえず。よし続いていきましょう。めちゃめちゃ段ボールあんな、めちゃめちゃめちゃ段ボールじゃん、あるじゃん。でこれあのキーノートね、キーノートをゲットして、あ出ました、これアラームなんだよねこれ、アラーム12時。あこれさ俺前から気づいたんだけど、あのなんかだんだんこれさ天候が変わってってるみたいね、朝になったり昼になったり夜になったり、なんかそういうとこもおしゃれだよねこのゲーム。んでまあアラームってさなるべく近いとこに置くのが正解なのかな、でもさ置けなさそうだから明らかに、なんでこの辺とか置きます、見やすいとこにね。よしこれは張り紙っぽいね、これなんだろう、ちょっと見ていい、おおなんか何海外行ったのかなこれ、こういう建物で海外ぐらいしかなくない、こういうなんかオレンジの屋根とか海外行ったっぽいね。にしてもこの横のタヌキはよくわかんないけど、んでこれもそうっぽいね。なんだろう、いろいろあるからさ面白いねこうやって見ていくのは。あ絶対海外だこれ、絶対海外じゃん、海で撮影したのこれ、この子これ海の中で溺れつつ撮影したみたいになってるけど大丈夫この子、だいぶなんかクレイジーな人になるけど。んであまたあるね、なんかこういう写真系いいね、面白いね。えなんか知ってるぞこれ、なんやらの壁でしょこれ、なんやら世界遺産のなんやらの壁でしょ、もう全然伝わってこないからね、なんやらの壁ですねおそらく。でこれあー出ましたイヤホン、俺ねなんかベッドに置きたかったんですけどこれなんかダメって言われて、でもさやっぱスマホっていうか、あスマホはないのか今の時代、そうかスマホないから一旦でもまあひよこ系はさこの上の方置きたいよね。いやでもこう抱き枕としてはちっちゃいもんね、だからこの辺置いて、あハンガー、ハンガー、ハンガーなんてかける部分なくない、えどうしよう、クローゼットとかないよねこれ、こっち開け、あ開く開く開く、あ待ってこれクローゼットだったんだごめんなさい皆さんごめんなさい、これおそらくクローゼットこれだわ、あよかったこれクローゼット外かと思った、これ窓かと思ったらさあの玄関かベランダ、ベランダだと思ったらクローゼットだった。なんで服とかもこっちあったじゃん、だからさこの辺に置いて
よし、かけよう、これで。いいね。多分こういうことだよね。で、このさ、なんか、マットレスみたいなやつもいらないから、一旦。マットレスいらないから、ここ片付けよう。よし。んで、このマットレスももう一個片付けつつ、いいね、なんかこうやって、なんかお掃除してってる気分にもなれるね、割と。で、こういうものってさ、どう置くのが正解なんだろうね。毛布みたいよね、これ。毛布と布団みたいな感じかな。真下置くのはあんま良くないんで、まあ布団系なんでね。まあこのちょっと上の方置いて、ささみに行く。なんだこれ。何これ。なんか梅干しの種がなんか、究極級に腐ったみたいな放置しすぎた梅干しの種みたいな出てきたんだけど。何これ。え、何これ。あ、8面、12面ルービックキュービーで、みたいな感じ。違うわ、サイコロみたいな。そういう感じかな。サイコロのなんか12面みたいなやつかな。いらなくない？いらなくないこれ。いや、圧倒的にいらないんだけど。圧倒的にいらないんだけど。はい、見ていきましょう。あっと、待って、これは？何これ？え、これペンタブじゃない？うわ、ペンタブじゃん、すげえ。え、これかけられない？あー、無理か。え、マジで？ちょっと待って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 。これさ、スタンド使って、あ、いけないか、マジか、マジか、マジか、それできないのか。ペンタブだったらさ、すぐ、こう、使ってる感出したい、今。今すぐ使ってる感。で、これは、あれ？あれ、パッドじゃないこれ。え、パソコンなかったことない？気のせい？パソコンないのになんでパッド出てくんの？え、なんで？え、これパソコンもしかして。だったらあの、でかいさ、あれがいるよね、デスクトップが。え、出てきて、待ってね、待ってね、待ってね。ペンタブ一旦置きます。で、ここでしょ。左利きみたいな、こうなってるね、この、これ。左利きみたいになってるんで、まあえて左に置くのもいいけどね。なんだけど、まあ基本右だと思うんで、この辺置いて、この工程好きなんだよね、俺。なんかパソコン組む時の工程。こうだっけな。え、向きがわからん。あれ、向きがわからん。向きがマジで意味わからん。どうしようかな。この辺かな。ちょっと奥に置こうかな。よし、目悪くなるからね。まあ、すでに悪いと思うんだけど、この子。もう相当、相当悪いと思うんだけど、多分、1センチの距離でも何も物見えないみたいな感じだと思うんだけど。あ、出ました。07-08 はっていう、なんか難しそうで簡単な問題出ましたね。んで、これに関してはこの辺でいいかな。これがね、あ、待って。この、なんだっけ、目覚まし系どこ置こうかな。いや、でも上置きたいんだよね。すぐにこうさ、見れるように。この布団からもすぐにパッて見れる場所がいいから、俺個人的にはね。この辺置きたいんだよね。よし、終わった。んで、ペンタブに関しては、この脳みそ一旦置いといて、ペンタブどうしよっかな。すぐ取り出せる場所がいいよね。んで、さあ見ていこうか。あ、クロッキー出ましたね。クロッキー多いね。めちゃめちゃメモしてんのかな。すごい絵の量描いてそうだね、この子。同じクロッキーバーって描いて。どんだけこれ好きなの。このクロッキーめちゃめちゃお気に入りなんだろうね。んで、あ、出ました、この本系ね。本系初めて出たな。どうしよっかな。本系は、一旦置きます。あ、本類出てきたな。どうしよう。ひよこ系一旦、この辺に置いて、ベッドね、ベッドインして、本類を右側に固めていきますか。よし、いいね。で、この黒いやつも、クロッキーもまだ出てきそうなんだよね、この子の場合。だから、何これ。あ、これあれじゃん。ゲーミングですね。ゲーミング PC ですね。ゲーミング PC なわけないか。これ、俺も、なんか、あの、なんだっけな、親が持ってたやつをね、持ってました。はい。なんで詰まったんだ、俺今。これはクリップみたいなやつなんで、これ前から持ってたよね、このクリップ系は。なんで、一旦上に大きいのして、なんか物が多いね、本当に。やっぱりさ、何人暮らしかおそらくこれしてると思うんだけど、めちゃめちゃ物が多くなってるね、一気に。で、これに関しても置きます。まあ本類はね、なんとなくどの辺を、新しい問題出た。何これ。
めっちゃ難しそうな本出たんだけど、俺多分ね1年間これね解いてって言われても解けないと思う。それぐらい難しそうな本が出ましたね。んで置いて、やっぱさ本ってさ右側置くのは結構好きなんだよね。でも湿気ないかなこの辺。だってこの辺ってこの部屋クーラーないの？え？この部屋クーラーないじゃん。この子めちゃめちゃ暑そうなんだけど大丈夫？暖房とかもないからさ、ファンヒーターとかも大丈夫？この子家の中で焚き火しないといけないことになるけど。おっと出ました。これでかいんすよねこの PC は。あれ置けない下に。あ、わかったわかったわかった、ここに置くんじゃない？ちょっと待って、でもさこれよくないんだよねこれ。パソコン空気がさ出ていかなくなっちゃうから、密閉されてるから。これパソコン壊れちゃうやつですねここに置いたら。でも下置けないしな、どうしよう。この辺置いたら開いたってなるよねこれ。このさ服取るときに開いたってなりそうじゃない？どうしよう、上置くのもな、上を置くのはちょっと俺やだな。ちょっと一旦やってみる。あ、横しか置けない。これだここ置く？だってここ置いたらマジでぶっ壊れるよパソコン。パソコンぶっ壊れちゃうけど大丈夫？多分この子はもうパソコンぶっ壊して新しいの買ってもらおうとしてんだよおそらく。そういうことだ、わかりました。この子の心理読めました。パソコンわざとぶっ壊して親に買ってもらう作戦、そういうことですね。はい、わかりました。あ、キャップね。キャップ系ってさどの辺置くのが正解なんだろう。衣類んとこ置きたいよね。でもこっち開くのも嫌だしな、こっち置けない。キャップか、かける場所ないかな。上すぎても取りづらいしな。あ、待って、下にも置ける、下にも置けるんだ、いいね。下にも置けるってどうしよっかな。これかぶせられたりもしない。一旦ここ置いていい？一旦なんか服んとこに置きたいんだよね。こう着替えるときに帽子使いたいってなってこっち開くの嫌だから俺。よし、あ、出ました。下着？なんか黒い下着みたいなの出てきた。黒いなんか卵焼きみたいな。それ焦げてね、黒い卵焼きって焦げてね。それんで一旦置きます。はい、この辺置いて、あ、これも下着系。これ下着系さこの子めっちゃ多いんだよね。ほらほらめっちゃ出てきた。でも新しいモンモン柄とかも買ってるね、いろいろ。あ、出ました。これ本ですねこちらも。んー、こっちもこの辺に多いかな。よし、んで卵焼き置いていきます。いろんな色の卵焼きがあるよ、いろんな色の。この辺置いていきます。あ、出ましたね下着系ね。なんか前回のねあれですね、前回のこれですねおそらく。ここの部屋は部屋も似てるよね割と。こういう部屋が好きなのかな。靴？めっちゃ可愛い靴履いてる。いいな、こういうなんか先端がシュッとしてるの結構好きなんだよね。おっと出ました、マイケル・ジャクソンの靴ですね。俺が最初間違ったやつですね。マイケル・ジャクソン、メルカリでマイケル・ジャクソンの靴とか言って買ったやつでしょみたいな。一足しかないからとかいう推測をしたけど破られたやつね。んーで、なんかもう大丈夫これ。なんか3つ出てきたけどさ全部揃わないの悲しいね。あ、出ました。でこれを一旦置いといて、はい、この辺とかもね置いといて綺麗に並べます。よし、いいんじゃないかな。待って、靴がさこれさ靴どうしよう。スニーカー系でしょこれ、どう置こうかな。なるべく下さ下に置いた方がさいいよね。ちょっと待ってね。いやもうこれやばいでしょ。なんか新しい置き方考えたんだけどこれちょっとやばいね。変えていい？はい、これでいきたいと思います。俺の考えはですね、下に普段から履くような靴を置いて、ちょっと高級そうな靴だったんで、鑑賞用として、あくまで鑑賞用的な、いいところに行く用の靴は上に置くっていう意識でやりました。こっちにね3つ置けなかったんで、まあそうするしかないかなっていう、仕方ない感じです。ズボン来た、ボーンって出てきたね今。あ、待って、折りたたんじゃった。とりあえずこれさかぶせられない。あ、いいね、これがしたかった前回。
で、ズボンに関してはこういうさ、ものに、こういうなんつうんだろう、こういうハンガー、あ、いいね、ズボンはこういうハンガーにかけるみたいな、ちゃんと意識してるね、このゲーム、素晴らしいわ。あ、スカートだ、やっぱ女性だよね、これ。でもだ、スカートでも、スカートだから女性っていう風に考えるのも良くないんですよ、俺の考え的にね。なんか偏見だから、そういうのって。男性だってスカート履くかもしれないじゃん。男性男性だってスカート履くかもしれないじゃんね。よし。んで、あ、なんかさ、なんかひよこあるんだけど、これファングッズかな、俺の、なんか俺の好きな YouTuber のね、ひよこだからなるほど。あ、前回もあった服ですね。こちらもかけていきましょうか。んで、これ新しくない？これ何これ？なんか新しい服ゲットしたね。これは何だろう？何これ？これに似てない？これにめっちゃ似てない？これちょっと拡大していい？あ、似てるけど、でも黄色いのがないのか。これ個性的な服なんで、一旦畳んで置いときます？この辺に。もう置いといて、死体でもいいんだけど、ね、さあ、あ、なんかケロッピみたいな服出てきたんで、こちらも折りたたんでおきます。ハンガーが少ないね。もうちょっとハンガー買ってほしいな、俺的には。がっつりね、ハンガーいっぱい買ってこう並べときたい。あ、ジャケットね。ジャケット着はそんなくしゃくしゃなんないんで、まあ、こちらも横に置くっていう感じで、ちょっともうちょっと手前がいいな。 OK、 よし。んでよし、だいぶ終わってきたんじゃないかな。あと、2つなんで、割と早いかなと思います。あ、出た！出た！皆さん、このゲームのメインキャラクター、アンパツキングですね。アンパッキング来ました。いや、こいつ待ってたんだよ。もう最後の最後で現れるじゃん、これ。最後の部屋ね。最後の部屋に現れる。いや、いいね、主人公。絶対このキャラクターは、もう、持ってるんだろうね。あの、お気に入りなんだろうね、おそらく。ママに買ってもらったとか、友人からもらったみたいな感じかな。どうしよう、アンパッキングはさ、やっぱりめっちゃ大事にしてるイメージあるから、やっぱ抱き枕として寝たいよね。置いときたいよね。どっち向いてんの、アンパッキング。アンパッキングどこ向いてんの。これ横でこういう感じで置いて、ひよことかでもさ、これあんまり端っこ置きすぎたらベッドの下とか行ったら嫌だよねでもこの家のこう綺麗そうだからさ、大丈夫だとは思うんだけど。てか掃除機なくね。掃除機がないよね。まあとりあえず待って、表彰台な、え、表彰台じゃんこれ。え、すげえ。え、なんか金賞みたいな取ってない、これ。めっちゃすごいじゃんこの子。え、すごいねマジで。え、やばいわこれさ。めっちゃすごいから、あの、目立つとこに飾りたいんだけど、目立つところがねえ目立つところがないから、どうしよう。え、この辺置く？いや、俺もこの辺的も置きたいんだよね。いやー、どうしよう。でもさ、寝てる時にこれ、あの、折ってきたら嫌だよね。どうしよっかな。一旦このさ、この、なんつうんだ、草みたいなやつを置いといて、ここに置く。もう自慢しに行く、俺。でもこういうものは自慢した方がいいよ、さすがに。俺すごいでしょって。うん、人によっては、あーって言われるけど。んで、あーってきましたね。下着系、パンツ系なんで、パンツ系は上に置きましょうか。よし、いいね。で、いい感じになってきたんで、まあ、こちらも置きます。あ、パンツゾーン来ましたね、ついに。あ、待って。こういう系のパンツと、なんか、パンツにも種類があるから、もう一個多分卵焼き風のパンツが来るんで、それを、あ、これここに置きます。よし、いいね。これめっちゃいい感じじゃない。で、ここ置きます。明らかにやっぱ多いな。みんなの分入ってない、これ。おそらく一人暮らしだと思ってたけど、これみんなの分入ってるよね、おそらく。あ、出ました、スプラトゥーンみたいな服。これ結構好きなんだよな、俺。んで置いといて、あ、出ました、この楽器みたいなやつね。どうしよっかな。これよく使うのかな。下とか置けないか。どうしよっかな。結構どこ行っても邪魔になりそうなとこにあるんだよね。この辺置く？なんか新しいね、ここに置くの。んで、あ、パンツ着まして置きます。あ、スカートだ。あ、マジか、スカートか。あ、待って、ミスったわ、パンツが邪魔だった。でもズボンもこういう感じに飾るからな。
どうしよう。なんか悩ましてくるね、アンパッキング。めちゃめちゃ。めちゃめちゃ悩ましてくるじゃん。だから、こっちかな？この布団が嫌だね、それだったら。この布団、どっか違うとこに置きたいわ。とりあえず終わりまして。なんか、今回あれだね、下着少ないね、めちゃめちゃ。こっちは多いけど、下の方が少ないね、めちゃめちゃ。最後見ていきましょうか。あ、出ました。ポスターですね、これ。ポスターに関して、あ、出た！この、ちょっとかっこいいって言ってたやつ。待って、でも。みんなこれさ、ちょっと待って、すごいことに気づいた俺。わかる？橋欠けてんの？あれ、前回欠けてたっけこれ。こっち欠けてないよね。え？なんか欠けてないこれ。気のせい？え、前回欠けてないかったっけこれ。もしかして劣化したみたいな感じかな、剥がすときに。え、そういうのまでもしさ、再現されてたら、マジでこのゲームやべえってなるけど俺。てか、飾るとこねえ。全然飾るとこねえんだけど。え、もしさ、それマジだったらさ、俺が言ってることがさ、なんつうんだろう、正しかったらさ、やばいよねこれ。相当めちゃめちゃ凝ってることになるけど、俺が気づけてない部分もあるんだろうね。なんか細かい変化とか、なんかそういうのさ、なんか分かった時おーってなるけどさ、知らないまま終わっちゃったらさ、悲しくなっちゃうよね普通に。うわー、こういうのあったんだとかなって終わっちゃったら、めちゃめちゃ悲しく終わっちゃうんだよね。んで、一旦これを、OK、書き換えけときます。あ、ズボンか。まあ、ズボンも今回は畳もうかな。一緒に畳んどくのもあり、じゃあありなのかな。ありか。よし、置いといて。またズボン？これスカート取る人かわいそう。そうでもないか。畳んであるから。なにこれ？なにこれ？フリスビーみたいなやつ出てきたんだけど。犬飼ってる？この家。この家犬飼ってんのかな？フリスビーでしょ。でもあんまり置く場所がないんで、これ、こういうものを下に置くのかな？こういうものを下に置くのがいいのかもしれない。OK。何ですか？これは。ん？何これ？出ました。アンパッキング特有の何これ？え、何これ？これ何これ？え、なんかボロボロになった靴にしか見えないんだけど俺。ボロボロになった靴にしか見えない、ごめんなさい。え、何これ？え、何これ？靴だよね。え、何これ？新しすぎてわからん、マジで。マジでわからん。一旦置いていこう。ここでなんか跡ついてる。何これ、跡がついてる。これあれかな？え、この傷とかもなんか意味あんのかな？汚れとかもあるもんね。アンパッキング、やっぱりさ、そういうことじゃない？だから俺がこの気づいた端っこが破れてるとかも、おそらくこれ、ガチでそうなんだと思う。だってここら辺のさ、あの、木のとことか見てもさ、ちょっと欠けてんのよ、この辺。ほら。だからこれ多分、ベッド置いてた跡が残ってるとか、あとここら辺で、あの、ホコリとかゴミ溜まりやすいからっていうのも再現してるし、いや、マジでやべえな、これ。めっちゃなんか鳥肌立ってきたんだけど、俺。え、これ絶対そうだよね。すごいな。マジですげえわ、このゲーム。あ、靴だ、やっぱり。靴、すごい個性的な靴。でもこれさ、多分めっちゃいい靴なんだよね。こういう個性的な靴っていうのは。なんで、どこ置こうかな。一旦これ、ここ置いて、どうしよっかな。布団これ上に置けたりもしないな。どうしよう。よし、こんな感じで置きました。まあ、ここにあった靴はこっち側に置いて地べたに置く感じにしました。こういう手があったのか、そういえば。よし、これで多分4人家族なのかな、家族なのか分かんないけど、4人で多分暮らしてるんですよね。よし、これは何これ、これ何これ、リュックにしたらちっちゃいよな。リュックかな、なんか小さい小物入れみたいなやつ出てきたんで、まあ、これに関してもお出かけ用のセットっぽいんで、この辺置きます。よし、あ、下着出てきましたね。そう、下着の数が明らかに1枚って少なすぎだと思ったんで、これ多分下着こうつきますね。もう一気に畳みかけてくると思います。あ、急にパンツきた。で、パンツは一旦この辺。パンツの量はね、まあ半端なく多いんですよ、この家。もうこの家多分ね、パンツの数はね、異常に多いんですよ。あ、出た、このなんかね、カバン、かわいいカバン出てきて。
どうしようかな。この辺置いたら本当にさ、邪魔になっちゃうんだよね。この辺置く？よし。で、あ、服か。服も畳みます、一旦。なんか、個性的だね、この服も。めちゃめちゃ。んで、こちらの服も畳みます。よし。あ、女性ものの服着ましたね。圧倒的に女性ものの服。でも、これが男性着る可能性もあるからね。これ女性ものだから言って、男子が着る可能性もあるから。もう発想が豊かすぎない？それ。あ、出ましたね。前回の服ですね。こちらも。で、これもだんだん重ねていって。あ、エプロン。え、エプロンじゃない？これって。エプロンってさ、こっち置く方が良くない？気のせい？でも服のとこだから服置く方がいいのか。よし、エプロンとりあえず置いて、この上とか、待って、置けない。どうしよう。待って、置けないかもしんない、これ。え、どうしよう。この辺置く？エプロンってすぐ取れる方がいいよね、でも。あ、これは？何これ？これ何？カーペットじゃないの、これ。これ何だろう？え、マジでわからん、これ。どういう、何これ？何これ？みんなわかる？これ。俺マジでわからんんだけど。え、これカーペットじゃないの？え、どうしよう。下置く？わからないものはとりあえず下置きます、俺。もうわからないものは下置きます。服ですね。こちらもパジャマっぽいんで畳みます。で、こちらもパジャマっぽいんで畳み、あれ？畳める？よし、畳みます。で、こちらまた パジャマ系来ましたね、一気にこの服系来たな。で、こちらも置きます。やっぱ服の量が圧倒的に多くなってきたな。で、ゴミ箱はすぐ捨てれる場所がいいんで、ここですね。なるべく右置きたいけどね。さあ、急に運動。急に運動。1g のダンベルですね。1g の。はい。重さ 1g の、筋トレグッズなんで。まあ、これに関してもそうだな。待って、このズボンとかもさ。え、これさ、置く場所がさ、めちゃめちゃ限られてない？え、これ、下に置くとかのが正解なのかな？まあ、正解はないんだけど、このゲームって正解ないんだけど。え、どうしよう。でも服類はやっぱクローゼット置きたいよね。だから多分服類はクローゼット置くのが正解なんですよ。なんとなくね。で、ダンベルに2つあんのか、ちゃんと。1g のやつ。これで 2g 鍛えられるね。で、この下に置きます。こちらのダンベルもね。置けます。んで、あ、終わりか。で、あ、めちゃめちゃあるわ、これ、赤いマークが。でも、ある程度合ってる部分もあると。で、この帽子に関してどこ置くの？あ、この辺置くのが正解なのか。なるほどね。こことかどう？あ、大丈夫っぽそう。割とどこでもいい感じかな。でも、俺が多分これ、俺、割と間違ってないと思うんだよね。ここら辺が、ピカピカしてないってことは。なんで、この布団に関してはどこに置くのがいいのかな。え、わからん。ちょっと探りつつやろうかな。どの部屋で探る？あ、ここは光ってないから、全部正解なんだ。素晴らしい、俺。え、これ これなんか、捨てたガムみたいなやつ。捨てたガムみたいなやつ、ここじゃないんだ。え？ってことは、この辺なのかな？この辺の男の子っぽいところの部屋に置きます？あ、違う。この中にとか？やばい、違うぞ。なんだ？ これどこに置くのが正解なんだ、これ。この子のものでもなさそうだよね。引き出しの中入れるとか？引き出しの中入ります。あ、違います。ちょっと待てよ。あ、台所も大丈夫っぽそうだね。なんで、え、これどうしよう。ちょっと探りつつやるか。あ、待って、かけられる。いいね。これバスタオルだったんだね。なるほどね。よし、結構ね、進んできまして、あと光ってる部分がここだけなんですよね。で、まあ、ある程度この辺も整理しつつ、で、ゲーム機とかはタブレットとかここら辺置きました。よし、で、ここら辺のね、脳みそみたいなやつは後ろに置いて、こいつなんだよね、問題が。これ、こいつがマジでわかんないから、え、どうしよう、マジで。
こいつがね、この石みたいなやつがマジで何なのかが謎なんですよ。え、こいつがマジでわからん。ちょっと他も探索しつつやりましょうか。そこに取り付けられたりとかできないかな。あれ、ここにできない。うん、できない。奥にいただけ。どうやって入れたのそれ。待って、え、マジか。いや、これ、いや、ようやくわかった。あのね、これね、やっとなんだけど、20分ぐらいかけて俺やっと気づいたんだけど、これね、コアラらしいわ。で、コアラのマグネットっぽいらしい。これね、今ね貼り付けて思った。これ、いや、マジか。いや、これ気づかんね、マジで。いや、これはわからん。いや、これはわからん。ちょっと待ってね。あの、あとはちょっとね、俺微調整しようかなと思ってて、まあ、あの、ちょくちょくね、あの、変えた部分もあるんで。はい、できました。主に部屋変えたのはここですね。ここから見ていきましょう。まずですね、いろいろすっきりしたと思うんですけど、ダンベルとかをここに置きました。で、あと、あの、美術セットらしきものはもう全部ね、ここに固めてって感じですね。ここにね、置く場所がいっぱいあったんで、ここに置きました。ベッドの下ね、あんまり置かない方が良さそうなんで、フリスビーだけにしました。んで、あとは引き出しの中は、まあ、ゲーム機とかを置いて、取ったらダメよ。で、このなんか立てかけるものっていうのがここ置いて、まあ、脳みそは相変わらずここに置きました。もうよくわかんないんで、サイコロみたいなやつ。んで、クローゼット見ていきましょうか。まあ変わらずですね、クローゼットも。で、この辺とかも、まあほぼ変わらず。ちょっとこっち寄せていい？よし、手前いけない？よし、こんな感じで置いて、あとはこことかに関してはほぼ変わってないんですけど、まあこの辺とかね。んで、まあこの中にポーチとか、あとヒゲ剃りとかいろいろありますよといった。ここはシンプルだね、入ってるものが。で、次見ていきましょうか。ここね、台所に関してはですね、もうほぼほぼ変えてる部分はなくて、油をね、こっちに置いた感じですね。なんかこっちの方がしっくりきたんで、こうしました。あとはまあこんな感じで、上の方とかもね、まあこの辺も変わってないかな、特に。ちょっと閉めておきましょう。はい、ゴキブリ入っちゃうんで。よし、こんな感じで置きまして、まあこういう感じですね。まあ見ればわかりますって感じです。んで、この辺とか、この糸くずちょっと気になるけどね。で、この脱ぎ捨てた跡とかもあるんですけど、ちょっと額縁を上にずらしました。こうだんだんだんっていう感じに、あの、ちょっとアレンジしてみました。最初ね、こうだったんですけど、まあこんな感じにしました。んで、あと変わった部分っていうのはないかな、特に。この位置がこっちじゃなくてこっちに変わったぐらいですね。はい、大したことないです。大した変化はないです。で、ここの部屋に関しても、ここの部屋に関しては変わってないかな、一切。もうこれが本当に謎だけど、もうこの物体だけが一番謎な感じで終わっちゃうんだけど、結局何だったのかっていう。まあこんな感じで終わりましょうかね、一旦。よし、この部屋は OK なんじゃないでしょうか。この部屋いいから、ここで写真撮りたいな。よし、終わりました。最長で時間かかりました、この部屋。さすがにね、部屋数が多かったから。さあ、何点もらえるんでしょうか。20点もらえた。なんかステッカーもらえるんだよね、俺。これ今日はもうヘトヘト、寝るとしようかな。あ、マジか。なんかさ、あれなんだね、家族で一緒にいるとかそういう発言は一切ないんだね。いや、マジで考察ゲーになってくるな、この辺は。はい、2007年の3月ですね。一気に飛んだね。さあ、続いてはどんな感じのステージなんでしょうか。2010年とか、うわ、来た。2010年は結構最近よ。やべえ、すげえ楽しそうなステージ来た。一旦ちょっと見ていい？周りちょっと見ていい？いや、もう楽しそうなんだけど、すでに。え、怖い、ちょっとこれ。で、うわ、待って、近未来的な部屋来てるじゃん。すごいな、宝くじでも当たったのかなってぐらい、すごい。うわ、マジで。え、やばくない？これ、こういう部屋めっちゃ憧れるんだけど。え、マジか。すごいいい部屋住んでるんだけど。やば。でも部屋数はちょっと少なくなってるね。うわ、マジか。次回この部屋か。いや、めちゃめちゃ楽しみにしてます。ということで、楽器とかもね、あるんで、まあ、いろいろ、次回触れつつやっていきたいと思います。え、待って。筋トレしすぎじゃない？